内藤信夫は、江戸時代中期の大名。越後国村上藩三代藩主。官位は、十五位下木上。教法八年、二代藩主、内藤信輝の次男として、江戸にて誕生。父、信輝の死去により、同十年十月二十五日、六歳で医療を継いだ。教法十一年一月二十八日、八代将軍、徳川吉宗に、おまみし、 同年12月16日に十五位したキーカミとなる。同2年6月19日、初めて村上に入部した。法歴11年5月25日、故、新朝日に家督を譲って隠居し、後、明和元年売る12月28日に大善助と改めた。また、同8年8月3日、停発して、昭山と合したという。安永9年5月5日、 江戸で死去した、去年61。装置は、小石川の無料院。現在、墓所は、新潟県村上市の天徳寺に移されている。村上郷土市107ページには、漂亮用の義おいおい総大人差し支え口、公務にもか愛さありやすしのコと、逼迫する江戸での財政状況を伝える書状が、掲載されている。死女は、関成部記載の死女は次の四男六女である。 越後村上内藤家府からの記述を付加し、また、村上京土氏書斎経図の記述を格好書きにした。ありがとうございます。